皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、アットコスメランキングのプチプラ1位縛りメイクやっていきたいと思います。レビューしながらフルメイクしていくんですけど、最後崩れも見たいなと思っているので、経過後の状態も撮影しようと思っています。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは早速始めていきます。まず使用していくのこちらです。アンブリオリスのクリームです。こちら保湿クリーム兼下地みたいなアイテムになっています。ちょっとね、値段見てプチプラじゃないって思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、かなり容量大きくて 75mm で3000円ぐらいなんですよ。ちょっと今手元にあったのがボリカの下地なんですけど、これ 25g なんで容量がね全然違います。でこれちっちゃいのも売ってるっぽくって、ちっちゃいのの価格見てもらうと多分プチプラに入る価格帯だろうと思うので、ちょっと今回はプチプラ部門で選ばせていただきました。下地にもなるけど、基本的には本当に保湿クリームみたいな形で使うこともできるので、例えば夜のスキンケアの最後とかで使っても OK です。洗い流さなくても大丈夫なタイプになっています。結構ここで大きなポイントですよね。確か日焼け止め効果はなかったと思うんですけど、例えば朝スキンケアの最後にこのクリームを塗ったら、実質そのままファンデの工程に入れちゃうので時短にもなりそうですよね。はい、こっちだけ塗りましたが、カバー力とかトーンアップっていうのはなさそうですね。塗ったか塗ってないかは左右で比べてもそこまでわからない仕上がりです。肉眼で見ても毛穴がカバーされたとかそういう感じもなさそうです。なのでそういう機能、なんかカバー力とか毛穴埋めみたいなものを求めるんだったら他のアイテムを選んだ方がいいかなとは思うんですけど、単純に保湿したいとかファンデの前に塗りたいみたいな意味だったら全然問題はないのかなと思います。逆に白浮きしないって思うと、それはそれで一個強みだと思うし、あと塗り心地もすごくしっとりはしているんですけど、重たくはないので結構肌へこう浸透するのも早いし、伸ばしやすさはあるので扱いやすいです。はい、塗り終わりました。めちゃくちゃしっとりするので、乾燥肌の方とかはこれかなりいいんじゃないかなって思います。次ファンデーションこちら使っていきます。マジョリカマジョルカのミルキーラッピングファンデです。私はライトベージュっていうのを選びました。インスタとか載せている方のレビューを見たんですけど、結構ね白くトーンアップしてツヤっとした肌に仕上がるらしいです。カバー力高いのも結構魅力みたいで、ニキビ跡や毛穴の黒ずみとかも隠れるらしいです。塗ってる感じも確かにリキッドファンデにしてはちょっと厚みがあるような感じはします。ちょっとクリームファンデにも近いような伸ばし心地があります。確かにカバー力はかなり高めな感じありますね。隠れてはいると思う。はい、ということでこっちだけまた塗ってみました。どうですかね、これは結構ちょっと明るくなってるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。白くトーンアップするっていうのはあります。元々がこんな感じで、塗った後頬はこんな感じです。やっぱりですね、毛穴とかはしっかり隠れたように思います。なんかその塗ってて思ったのは、意外とそんなに伸びずに仕上がりもしっとりというよりかは割とねサラッとしたような感じがあります。逆に言うとこう肌の表面は今すごいサラサラなので、マスクに映りにくかったりとかベタつき感が気にならないっていうのはすごくいいところだと思うんですけど、しっとりした感じの質感が好きな方とかはちょっと向いてないのかもしれません。なんかね乾燥するってわけではないんですけど、すごいしっとりって感じではなかったかな。質感は一応そんな感じです。こっちも塗っていきます。コンシーラーと眉毛ペンシルをね用意し忘れちゃったので、ちょっとこの後買いに行ってきたいと思います。これ塗ったら、はい、ということでちょっと行ってまいりました。ザ・セムのチップコンシーラー 1.5 使っていきます。カバー力がすごい高いっていうので確か人気だったかなと思うんですけど、人によっては時間が経つとちょっと乾燥が気になるっていう意見も結構多いので、ちょっと経過で見ていきたいなと思います。とは言ってもですね、さっきのファンデめちゃくちゃカバー力高かったのでクマが結構隠れてますね。一応塗ってみます。こっちのがクマひどいんでね。ちょっと暗かったのでカーテンを開けちゃったんですけど、色味変わっててすいません。こっちだけ今塗ってますが、いい感じになったでしょうか。まあでも確かにもともとこっちのがクマがひどいことを思うとパッと明るくは見えているので、やっぱりカバー力は高いですね。じゃあこっちもやっていきます。はい、
こんな感じになりました。今のところは乾燥とか全くないし、乾きも早いし綺麗に馴染むのですごくいいなとは思うんですけどね。ちょっとまた乾燥だったりそのあたりは経過でお伝えしていきたいと思います。はい、少しやっぱり色味が変わってしまってて申し訳ないんですけど、こっちの方が多分明るくて見やすいのでこのままいきたいと思います。コンシーラーまでやったので次フェイスパウダーです。こちら使っていきます。イニシフリーのノーセバムミネラルパウダーです。まあね、有名なのでちょっとご存知の方も多いかなとは思うんですけど、かなり粒子細かくってサラッサラになる、テカリなんて知りませんみたいなお肌になるパウダーです。私も結構使ってるので使用感は分かってるんですけど、ちょっと乾燥は気になるかもです。頬とかテカリやすいとことかに使うのも全然ありって感じのパウダーかな。でも今回は全顔で試していきます。ちょっと半分だけ今とりあえず塗っています。まあでもこれもずっと不動の人気アイテムですよね。半分だけ塗ってみました。ちょっとだけ白っぽくなったんですけど、画面越しだとちょっと伝わりにくいかな、少し白くなりました。で何よりもですね、触り心地がやっぱり変わりますね。まじまじょもかなりサラッとした仕上がりだったので、なんかベタついてる感じはもう全然ないんですけど、こっちの方がなんかもう本当に片栗粉が乗ってるみたいにめっちゃサラサラになります。なんか悪い意味ではないんですけど本当にサラサラになります。なので今回ちょっと経過をね比べようとは思ってるんですけど、ここまで完全防備なのでなんかプチプラだけど崩れにくさはめちゃくちゃありそうな気がする。それではアイシャドウはこちら使っていきます。キャンメイクのシルキースフレアイズです。今回は4番を選びました。今でこそアットコスメランキング1位っていうのがなんかもう当たり前かのようになってるコスメなんですけど、これ自体は発売されたのそうそう前じゃないので、そう思うとすごい爆発的に大人気になったアイシャドウだなっていう風に思います。とはいつつ4番はね多分あんまり動画で使ったことなかったかなと思うので、今日は4番で仕上げていきたいと思います。まず上2色を混ぜて使っていきます。左下の色で少し幅狭めに重ねていきます。下まぶたはもう上2色を混ぜています。はい、両目とも塗り終わりました。こんな感じです。このオレンジっぽさとちょっと赤っぽいピンクっぽい感じかな、両方とも出ていていい感じだと思います。はい、ちょっと離れるとこんな感じです。マスカラに行きます。その前に今日はアイライン引いていきます。使っていくのはこちらラブライナーのリキッドアイライナーです。これもすごく人気アイテムですよね。まあ基本私は目尻だけ引いて、ちょっと長いかな。あとね今日は目頭にもちょっと引いていきます。ちょっとだけくっきりさせました。これやると目がちょっと近く見えるっていうのと、ちょっとけばく見えがちなので、もともと目の印象パッチリの方は気をつけた方がいいかもなんですけど、結構変わります。で今度こそはマスカラやっていきます。マスカラは今回キャンメイクのクイックラッシュカラーが1位だったんですけど、その中でも私が一番好きなこのワインモーブを使っています。カールキープ力とかまつげがしっかり存在感出るのとかもいいんですけど、この色がすごい好きです。今日のね多分アイシャドウと合うかなと思って選んでみました。はい、こんな感じです。ワインモーブなんですけど、まあ赤紫っぽい色をしています。結構でもねさりげないです。伝わりますかね。黒とは全然違うし茶色でもないしピンクでもないんだけど、やっぱり赤紫って感じです。可愛い色です。とっても。次眉毛アイテム、こちらセザンヌの超細身アイブロウを使っていきます。その名の通りこれくらい細いラインが描けるアイブロウペンシルなんですけど、一本一本描いたりとか眉尻のあたりをシャープに仕上げたりするのがすごく得意です。まずこれで眉下のラインを整えていきたいと思います。ちょっと今ね眉毛生やしてるのでボサボサ気味で申し訳ないんですけど、小刻みに動かしてラインを描いていきます。力弱くても本当に色づくので痛みとかはないし結構簡単です。かれこれ私も5本6本ぐらいリピートしてるかなって感じのコスメです。そしてこちらケイトのデザイニングアイブロウ 3D、 こちらも使っていきます。ちょっと汚いんですけど不動の人気アイテムですね。本当に人気ですよね。私もそこがちょっと見えてきています。でも久々かな使うのは。全体をこれで埋めていきます。ちょっと今日はねアイメイク赤っぽいので眉毛ももう少し赤みがあってもよかったかなって気はしますが、続けていきます。
はい、そしたらこちらデジャブのアイブロウカラー使っていきます。これ私もベスコスに選んだくらい好きなんですけど、アイブロウパウダーとかアイブロウペンシルとかマスカラ全部合わせたアイブロウコスメの中で1位でした。もうそれくらい人気ってことですよね。本当にね、塗りやすいのでもう分かります。ウォームブラウンで少し温かみのあるマイマスカラを使っていきます。はい、ということで眉毛も完成しました。まあ、私の勝手なイメージなんですけど、それこそアイシャドウとかってコスメランキングの中でも変動が割とあるというか、ずっと人気のものっていうのもやっぱりあるんですけど、結構こう新しいもの出てくるとランキングに入りやすかったりっていうのあるなと思ってたんですけど、アイブロウコスメに関しては新しいものが出てきても結構その不動の上位とかは変わらなかったりするので、それこそケイトのパウダーとか今回使ってないけどエクセルのペンシルとかシザンヌもそうですけど、割と固定されているので、それはやっぱりそれだけ人気っていうことは間違いなくあるし、みんなが使いやすいって思ってるのはあると思うので、迷ったらその上の方から選ぶっていうのはすごくこう安全な選択肢なのかなと思います。そういうランキングとかってビジネス的な要素があって、お金で上位にしたりとかっていうのがあるっていうのも言われてたりはするんですけど、それが実際どうなのかは私にはわからないけど、そういうものがあったとしても、そうじゃない本当にみんなから人気で支持を集めてそのランキングに入ってるコスメも必ずあるので、なんかランキングが全く当てにならないっていうのはちょっと個人的には違うのかなと思います。自分にね軸があって、こういうコスメが好きだからこれを選ぶみたいなのがある方はいいんですけど、やっぱりメイク始めたてでどういうのを使ったらいいかわからないという方も多いと思うので、そういう方はあのランキングから選ぶっていうのもなんか私的には全然一つ選択肢としてありなのかなと思っています。ということで眉毛終わったんですけど、ノーズシャドウかな、ついでにやっちゃいます。鼻先にさっきここのあたりはちょっと一緒にやっちゃったので鼻先の方だけ追加しときます。ちょっと変わりましたかね。ハイライトも一緒にやっちゃおうかな。ということでハイライトはこちらセザンヌのパールグローハイライト使っていきます。これもずーっと本当に人気ですよね。すごいと思う。個人的にはですね、ちょっとキラキラ感が強いなとは思ってるんですよ。使い方によってはっていうところもあるので、控えめに使えばもう少しさりげなくはなるかもです。がっつりためらいもなく塗るとこんな感じになります。指でかなりキラキラです。2番がですね、ちょっとピンク味のある感じでこんな色をしているんですよ。1番と比べると少し肌なじみのいいカラーなんですけど、ただ意外とこれはこれでピンク味が強いので、鼻筋とかに使うとちょっとピンク感が目立っちゃいます。3番は手元になかったのですいません、2色だけなんですけどこんな感じです。なのでこれはですね、ラメが好きな方とか本当にツヤツヤな仕上がりが好きな方には私的にもすごくおすすめです。結構さりげないツヤ肌だったりとか自然な感じを求めている方だったらセザンヌだとちょっと強いかなっていう気もしています。あのランキング以外の話になっちゃうんですけど、もしナチュラルなものがいいよっていう方はこっちのね、キャンメイクのハイライターっていうのがあるので、こっちのが私的には使いやすいかなと思います。こっちが L1 で N1 なんですけど、比べるとかなりなんかツヤっぽいけどナチュラルですよね。本当にこれは好みなんですけど、ナチュラル求めてる方はキャンメイクのがいいんじゃないかなと私は思います。今回は1位縛りなのでセザンヌを使っていきます。まず鼻筋のここだけにショッと、ただですね、さっき指で塗ったのでブラシで塗るとすごく綺麗に見えます。使い方ですね、結局は。それはあるかもしれない。でも肉眼で見た時に私が普段使ってるハイライトと比べるとやっぱりちょっと白っぽいというか強いなっていうのはあります。逆にでも白っぽくて目立つからこそより強調できるっていう良さもあるので、まあ本当に好みです。サラサラマット肌風なのでちょっとツヤも足しておきます。変わりますね、やっぱりツヤっぽくなると雰囲気がまた全然ね違います。はい、こんな感じに仕上がりました。そしたらリップに行きます。はい、みんな大好きなロム&のジューシーラスティングティントを使っていきます。はい、こんな感じです。まあ何にでも合いそうな色なので失敗はなかったですね。いい感じです。いろいろ私もティントを使ってきたんですけど、やっぱり色持ちはめちゃくちゃいいなって改めて思ってます。全部レビューしてて思ったのは、同じジューシーラスティングティントの中でも結構ピンクくなっちゃう感じの色と、塗りたての色とそこまで色の変化が起きにくいカラーと少し分かれるなと思いました。比較的あの後の方に発売されたカラー18から21くらいまでの色とかは
変わりは少ないかなと思ったので、なんかその初期のロム&使っててでも色ピンクくなるしなって印象がある方はもしかするとまた新しい色使うと変わるかもしれないので、よかったらまた挑戦していただくとお気に入りのものが見つかるかもしれません。じゃあこのままチークに行きます。チークはこちらセザンヌのナチュラルチーク N を使っていきます。割と薄めでベージュっぽいんだけど、すごく落ち着きのあるピンクベージュ、ローズベージュみたいな感じの色をしています。セザンヌのこのチークは本当にカラバリがめちゃくちゃ豊富なので、お気に入りの色は1個は見つかりそうな気がします。こんな感じのカラーです。このチークの中でもこの18番は結構使いやすい色かなと私は思ってます。でラメとかは入ってないので、これを塗ったからこの色づきプラスツヤ感っていうのはないので、もしツヤが欲しい方はさっきのセザンヌを先に塗っておくとか上から足すとか、そういうので工夫するといいかと思います。チークのこの色持ちについてはちょっとあまり記憶がないので、今回またね、見ていきたいですね。この色づき方とかカラーの豊富さとかは本当にもう素晴らしいし、値段ももう安いのでね、そりゃ人気だよって感じです。はい、ということでメイクも完成しました。少し近づいて見ていただくとこんな感じです。過程を見てるのでね、あ、ここの色はこの色だっていうの多分お分かりいただけると思うんですけど、パッとこれで私がおはようございますって来たら今日全部プチプラなんだねっていうのは全然分かんないと思います。あとは崩れ具合ですよね。崩れ具合を見たかったのでフィックスミストもプチプラでかけようと思って用意しました。私も過去に紹介したんですけど、コーセーのメイクキープミスト、こちらがもう全部のフィックスミストの中で1位だったんですけど、これ使っていきます。2層式なのでちょっと振るということで振って、ちょっとまだ濡れてますが、これは乾けば自然になると思うのでこれをかけて、これでちょっと持ちを見てみたいと思います。ただ個人的にはですね、今のミストがすごい優秀なのも知っているし、イニスフリーで全体を覆ったりとかしてるので、かなりこれを持つんじゃないかなと思っています。またちょっと後で撮影したいと思います。はい、ということで経過を見ていきます。あの状態からご飯2回食べてるんですけど、まあリップは当然1回も塗り直さないとこんな感じでさすがになくなっちゃいますね、色は。で、あとチークの色が残っているように見えているかもしれないんですけど、さっきの状態と比べると結構ね取れた感はあります。ほんのり残ってるかなくらいですね。ただですね、この辺りのその肌の状態としてはすごく綺麗です。ちょっと小鼻の辺なんかパツパサパサしてますけど、でも比較的綺麗な状態だと思います。ただ分かりやすく崩れてしまったなと思ったのがこのコンシーラーですね。やっぱり乾燥して浮いている感じがあります。塗りたての綺麗な状態キープとはちょっと違うのかなっていうところです。まあ、眉毛は取れたりしてないんですけど、アイラインは少し落ちて、まつ毛はどうですか、ちょっとカール落ちてるけど、でも許容範囲かなっていう気もします。ちょっとでも落ちたかな、カール。皮脂はほとんど出てないです。こんな感じです。ちょっと分かりやすく電気消しちゃったんですけど、ファンデの写りはあんまりなかったんですよ。ただその上から塗っていたチークとかはちょっとね落ちてるんですよね。この辺りとかもそうなんですけど、チークは落ちるのが若干目立ったかなってところがあります。乾燥はですね、やっぱりマスクしたとこはちょっと乾燥が気になりますかね。あとのところは本当に全然です。はい、ということで本日はアットコスメランキングプチプラ1位縛りでメイクをしてみました。エバゴ戦はやるかどうかまだ迷っているんですけど、ご参考になれば嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。